伯耆流の流祖片山伯耆守藤原久康は林崎仁助の叔父より秘権を伝授され、京都の愛宕神社で菅野一次の啓示を受け流派を開いたと伝えられています。江戸初期には天皇の御前で磯の波を演舞して十五位下伯耆守に叙されたとされています。伯耆流では表の技6本、中段の技9本を学び、次に表五箇条から始まる内容を学ぶことになっています。Hey!